えー、こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダ、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。えー、このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。えー、コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。 開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンス・パークター東京で開催されます。今年は去年以上の規模で、超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。えなんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。でまた、この WebX のチケットに関しては、 このチャンネルからの購入で20%オフというキャンペーンを行っております概要欄のリンクから飛んでいただくと通常カックよりも20%オフで購入できるようになってますんで少しでも興味のあった方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてくださいえではここから通常通り界隈の状況を見ていきますとえまず ETF 関連ではオーストラリア初のビットコイン現物 ETF が本日から取引開始されることが話題になっています 今回取り引えされるのはモノクロームのビットコインゲーム t f IBTC これまでオーストラリアではビットコインの間接保有の ETF は提供されてましたけども直接保有の ETF はこれが初ということでその後が注目されています現在1社だけですがこれが公表となるとまた他社も続いて盛り上がる要因になると思いますので今後の展開に注目ですねでまた昨日の米国のビットコインゲーム t f のフローに関しては許可投資者全体でプラス1億ドルの従入を記録しています 打ち上げとしてはフィデリティの FBTC がプラス0.77億ドル、ビットワイズの BITB がプラス0.14億ドル、アークのアークビーがプラス0.1億ドルと、他がビビタの流入となっています。いつも相殺し合っているブラックロックとグレースケールは共にゼロとなっていますね。これで全体では15日連続の順流入となってまして、小頭もプラスサートとなっています。一方、香港の ETF はビットコインがなんと461枚の順流入を記録しています。ドル建てでは3180万ドル相当、 ととしててはチャンセセットトマネジメががプラス枚ボセラがプラララスス枚枚ボなってます、まあ、今までずっとビビたる流入しかありませんでしたが、まあ、ここに来て大きな流入を見せています。ただ、イーサレムの方は引き続きゼロと。ここから香港 ETF の巻き返しがあるんでしょうかね。あと ETF を含めた仮想通貨関連投資商品の流入額が年初来150億ドルに到達したのも話題になっています。5月では約20億ドル。国ごとの比較を見るとですね、 そのうちの154億ドルが米国なんで、まあ、ほとんどが米国のビットコイン現物 ETF の影響によるものとなってます、まあ、市場では ETF が世界的に盛り上がっているように見えますけども、まあ、カナダドイツスウェーデンは年間でもマイナスを記録してますね、まあ、米国の ETF が立ち上がった当初もですねカナダみたいになるんじゃないかとか言われてたくらい、まあ、カナダとか盛り上がってないみたいですから、まあ、この辺りがプラスになってくると本格的なバブルと言える状況になるのかもしれませんね あと以前、ウィスコンシン州投資委員会が、ポートフォリオに米国のビットコイン現物 ETF、まブラックロックの IBIT とブレスケの GBTC を加えていたことが明らかになって話題になりましたけれども、そのウィスコンシン州投資委員会のビットコイン現物 ETF テーへの投資が加速するのではないかという見解が話題になっています。マルケット大学の教授クラウス氏はですね、これは単なる入り口だと思いますと、彼らはこれを保有することに抵抗があるかどうかについて、 一般の人々の反応を確かめるためにテストしてるんだと思いますと彼らはこれを試験運用として使っているのですとえなぜならおそらく1%か2%のポジションに達するまではポートフォリオに大きな影響を与えることはないからですとえ語っています、まあ、以前このウィスコンシン州投資委員会のポートフォリオが公開された時もですね他のファンドが数十億ドル規模で投資してるのにこのウィスコンシン州投資委員会は1億ドル程度で、まあ、やけに少ないと、まあ、でも年金を運用してる州の機関がお金を入れたということは かなり大きな一歩になるんじゃないかみたいな話をこのチャンネルでもしたんですけど、まあ、やっぱり試験運用だったんでしょうかねまあこ,こからさらに膨らんでいくんでしょうかね、まあ、ウィスコンシン州都市委員会の今後の動向にも注目ですねあとオンチェーンの方では大量保有のアドレス数が増えてるのが話題になってますえ紫のグラフが100から1000枚緑のグラフが1から100枚の保有となってますえまたイーサの方も米国の現物 ETF が承認された5月22日から大量保有するアドレスの数が急増してまして 現在も右肩上がりとなっています。まあ、最近ビットコインの長期保有者の動きが売りから買いに転じているという話題も取り上げましたけども、まあ、その後も買い目しの動きは変わってないようですね。まあ、価格は都度調整に入ってますけども、まあ、現物の状況は現時点ではビットコイン、インサイレムともに好調なのかなと思います。まあ、こちらもどこまで伸びるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在6万9000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、 米 p BMI が予想の50.9に対して結果が51.3と予想を上回る結果となったんですが米 i s m 製造業景気指数が予想の49.7に対して結果が48.7と下回りましてドレア数金下落要因となっています米国際金利が4.41と急落してましてナスタが18,600サンドピー500が5,295円ダウ平均が38,570円金ゴールドが2,352ドル日経平均が38,800円ドレインが156.3円となっております 個別株の方ではキースギルが先日の X に続いてレディットアカウントも復活してまして j m e 株の1.4億ドル相当の保有と1.2億ドル相当のコールオプションの保有を明かしたことが話題になってます、まあ、この影響かまた j m e が一時40ドルをつけるほど急騰してます、まあ、関連ビームも高騰してますねあとはマイニング企業のグリフォンデジタルマイニングがラッセルのマイクロキャップ指数に加わることが発表されてます7月初旬から加わる予定と 現在株価はそこまで上がってませんが、今後の展開に注目ですね。ビットコインの先物の,の方では、OI が全体でプラス2.1%、各投資は345億ドル相当、先週末から再度増加となっています。比率としては、全体ではロングが51.2%、バイナス面はロングが58.6%と上 i りになっています。今後の指標としては、本日6月4日に米ジョルツ求人件数、米耐久在受注、6月5日に米 ADP 雇用者数、ISM 非製造業景気数、 6月6日にユーロ ECB 政策金利などが控えております、まあ、市場全体で見ると米金利が下がってるんですが、まあ、各指数が特に上がってる様子を見られずですね、まあ、金利の上下に反応しなくなってきたという見解がちらほら出始めている状況です、まあ、仮想通貨市を単体で見たらオーストラリアの ETF の話題から、まあ、オンチェンの買い増し状況だったりキーすぎるのあおりなどでまた楽観的になっている展開なのかなと思います、まあ、チャートだけ見たら昨夜7万ドルを突破した形になってますがヒヤシュアシともに 上髭の右肩下がりが目立つ状態になっているのが気になるところですね短期では上は再度7万ドルを突破できるかどうか下は6万8000のラインで耐えれるかが焦点になると思います今後の市場のこに引き続き注目ですねあとはイーサーですねイーサーの価格は現在3770ドル BTC だては0.0546と先週からさらに下がっております先物の方では OI が全体でプラス3.1%額としては164億ドル相当こちらも先週から増加傾向となっています 比率とした全体ではショートが53.1%、バイナスにはロングが74.1%と、全体での下よりは先週末から変わってない状況です。まあ、先週の各社の S1 申請から現物 ETF の状況は前進してますが、まあ、ビットコインの上昇についていけずですね、まあ、BTC 建てがまた下がる一方という展開になってます。まあ、ここまで落ち着くとなるとですね、 取引開始時には事実売りではなくて事実買いみたいな展開もあるかもしれないですね。まあ、ただ BTC だってはここを下抜けするとなるとまた0.05くらいまで余裕がある形になってます。チャートだけ見たらドルだて短期では上は3800を抜けて4000の公募に迎えるかどうか下は3600のラインで耐えられるかが焦点になると思います。リサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。バイナンスが Waves、OMG、ネームの上場廃止を発表しています。 資産の引き出しは9月17日まで可能とされてますが、まあ、各銘柄の軒並み暴落してますね OMG と NEM に関しては OMG はだいぶ前にプロジェクトの進捗停止を発表してましたし、まあ、NEM もシンボルに一行後ですね、まあ、特に大きな音沙汰なかったんで、まあ、取引量も少ないですから、まあ、上場廃止はやむを得ないのかなと思ったんですけどもウェブスの上場廃止は個人的にすごい意外でしたね まあ最近のロシア対ウクライナの戦争時でもですね、まあ、買いが殺到して上がってましたし、まあ、今後も取引手数料で儲かる可能性のある銘柄だと思ったんで、まあ、今回のバイナンスの動きは本当に意外でしたね。でウェブスの創業者、サーシャ・イバノフが、一つの時代の終わりという題名で X に投稿しているので、読みますとえ、本日ウェブスはバイナンスで上場廃止となりましたとえ、理由は聞かないでください。 公式な説明はありませんし私の推測は私の中に残しておきますともちろんこれは一つの時代の終わりを意味します2017年に彼らが一時的に日本に移転した時東京の新しいオフィスでシーズンに会ったことを覚えてますと彼は私が見た最初の暗号通貨ビジネスマンでした当時の暗号通貨業界のほとんどの人は暗号通貨のアナーキーレバタリアンタイプか単なる趣味でしたと一方彼はビジネス面に非常に重点を置いてましたと 多額の資金と注目を集めると、脱折があったにもかかわらず、それが彼にとって本当にうまくいったことを嬉しく思いますと。私にとってブロックチェーンは常に特別なものでした。私たちの希望や気まぐれとは、無関係に機能するテクノロジーに基づいて、完全にプロトコルベースの社会的相互作用を作成するための最初のアプローチとして、私はブロックチェーンに魅了されましたと。取引に焦点を当てたビジネス方向と、社会の運用方法を変えることに焦点を当てた分散化の方向は、 現在完全に分かれており w e b スの上場廃止はそれを象徴していると思いますと暗号通貨のビジネス部分はもちろんはるかに大きいですが分散化のアイデアは健康であり復活するでしょうと w e b スは前進し新製品を立ち上げ新たなガバナンスプロトコルに取り組んでいますと新世代の DEX は Web2 ユーザーをセックスだけでなく Web3 の世界にも参加させることができるようになるでしょうと私もそのプロセスに参加していたと思いますもちろんブロックチェーンは基本的にコラボレーションであるため 私たちと協力しす全ての中央集権型取引所と協力します。バイナスの成功を祈り、彼らに対して恨みはありませんと。過去ただし、彼らはウェーブスのビジネス面で多くの問題を引き起こしましたと。私たちは最終的に離れ離れになった2つの全く異なる世界から来ただけですと語っています、まあ。本当このウェーブスはですね、2017年から見ていたこちらからしたら、まあ、本当に発展が早くて、まあ、デックスとかトークン発行とかね、今はどこも当たり前にやってますけど、まあ、それを当時からモバイルウォールドで デックスに繋いでで、まあ、誰かが作ったトークンを板取引でバイバイするみたいなことをもうやってましたからねしかも当時で見たらかなりクオリティ高いレベルでもうその時点で買うことしかできない売れないトークンとか、まあ、スキャンみたいなものもありましたからねほ、まあ、本当に時代が追いついてたら、まあ、これが覇権取っててもおかしくないと思えるくらいのレベルだったんですね、まあ、だからそういうのを含めると昔から見てる人にとっては非常に寂しい気持ちになる話題なのかなと思います omg, nem, waves はもに1日でマイナス30%以上の下落を見せてますね。waves の挽回がここからあるのかにも注目ですね。あと、取引所関連では、OKX、OK、のあるユーザーが AI のディープフェイクを利用したハッキング被害に遭ったことを主張していますえ。内容を見るとですね、ある詐欺師がテレグラムで彼の個人情報を購入して、ログイン画面で彼のメールアドレスを入力して、パスワードを忘れたをクリックしたと。でその後、ディープフェイクを利用して Go、Google オーセンティケーター、二段階認証を突破して、 200万ドル以上の資産を流出させたと。オーケ k x 側から声明がないんで、まあ、真相はまだわからないんですけど、まあ、被害者と見られる人からはね、そういう主張が出てるんですよね。まあ、これめちゃくちゃ怖いですよね。KYC やってる取引所とかって、まあ、ユーザーのパスポートの顔情報を持ってるでしょうし、まあ、個人ウォレットも顔認証とかで送金できる制定とかもありましてね。まあ、顔情報を流出してからのディープフェイクで通るとしたら、まあ、ほぼ全滅してしまいますよね。まあ、様々な認証システムが。 今、網膜とかね、その手のひらスキャンとかも流行ってますけど、まあ、それすらもディープフェイクで通るとしたら、まあ、やっぱり情報を渡すって本当に気をつけないといけないんですよね。まだ真相わからないんで、o k クス側からの声明を待つしかないですね。あと、ここからアルト関連になります。ソラナチェーンでのトークン発行数が月間最高を記録したのが話題になってます。これまでの最高は、2021年の BNB チェーンでの25万件以上となってたんですが、今回、ソラナは、 5 45月に45万件のトークンが発行されてます。まあ、最近のパンプファンによるものが多いとされてますねでまた米大統領選が近いことから、まあ、政治関連のミームが乱立してることも要因として挙げられてます、まあ、ミームの出戦場となってるベースも3月に25万件近くのトークンが発行されてますね、まあ、こんな乱立してるところからラグスキャムハッキングなどを回避して利益を上げるのは大変ですよね え、ソラナの価格は現在166ドル、ビ b t c 建てはプラマイゼロ当たり、エジカサカは5位ですね。スキャムかどうかは別としてですね、チェーン内部の盛り上がりは価格に反映されやすいんで、ソラナがまたここから再度上へ向かえるのかも注目ですね。あとは1 7 0 0イーサをハッキングされたベロコアが、ハッカーに対して10%の和解金を掲示、資金返還を要求してます。680万ドル相当のイーサなんで、68万ドルの和解金ですね。ただハッカーの方はもうすでに、 トレネードキャッシュで資金洗浄してるんで、まあ、戻ってくる確率はかなり低そうですベロコアの発表ではバランサースタイルの CPMM プールの脆弱性をつかれたのが原因とされてまして現在は対象済みでさらなる資金流出は要望しているとのことですまた関連チェーンの L2 リニアなどは一時的にブロック生成を停止するなどで対象してますベロコアの v h は一時100分の1以下の価格になりましたが現在は若干回復してます、まあ、こちらも資金が戻ってくるのか注目ですね 今日はこの特設ですか何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。